福岡一文字、スケザネ福岡一文字は、鎌倉時代の初期に起こった、美仙国の日本刀刀工の一派で、五花殿の内美善殿に属する。岡山県吉井川の東岸にある美善をさふね、福岡の地で起こったのが由来。後鳥羽院万端屋を務めたとされる小美善派のリムネが、福岡一文字派の祖とされている。続いて、鎌倉時代末期頃には、吉岡一文字が、 福岡の北方の吉岡の地で起こる。岩と、焼酎一文字等、他にも一文字を名乗る一派があるが、通常、一文字と呼ぶ場合、福岡一文字か、吉岡はじめ文字を指す。華やかな匂いで貴重地乱れの波紋が特色で、古来より珍重され、国宝に指定されているものが多い。江戸時代以降、現在に至るまで多くの美前伝の投稿が、目指している。 その栄養国史の記述によると、戦国時代に吉井川の二度の洪水によって、当時流星を極めていた備前おさふね福岡の刀剣工房は壊滅的な被害を受けたが、横山東志郎、助貞の尽力によって再興した。一文字各派には、米名を名乗る者もいるが、無名の作が比較的多い。また茎に一の字が不調のように刻まれた者も,も存在する。 ゆえに、作風から福岡一文字と極められたものが大多数で、ある。また、古来珍重されているため、内刀にすべく、室町末期以降に曲げられてしまったものが多い。名刀が非常に多く、刀剣として、備前を佐船派の次に、福岡一文字一派が、国宝に最多指定されている。国宝、重要文化財の中でも、その一部を紹介する。 福岡一文字、吉望号、岡田切れ、小佐船当初の例を供養する、備前、東高菩提寺瀬戸内市小佐船町、地球の歩き方に本国内、岡山特派員ブログマミ、2018年11月1日、オリジナルの2019年12月28日時点による、アーカイブ、 https://web.archive.org/web/20191228064151/https.tokuhain.arukikata.co.jp/okayama/2018/11/post57html 2019年12月28日閲覧。本件は一時期、所在不明とされていたが、2021年3月5日付の文化庁の発表によると、同日までに、現所有者から情報提供があり、所在が確認されたという。参照、今回所在が確認できた3件。この時残殺されたのは、岡田茂隆の他に、津川義と浅井長時がいる。 AB ご即位二十年記念特別展光室の名宝東京国立博物館2009年204ページありがとうございます